からいただきました。ありがとうございます。ミュージックビデオも収録、さらにリミックス曲収録の CD も封入。シングルがリリースされたばかりというわけで、はい、さあまた今回もね、もちろん作詞作曲ズンクさんですが、はい、どんな曲、どんな風に気に入ってますか今回は。今回の曲は、うん、キュートとして初めてのクリスマスソングをいただいて、はい、クリスマス の冬っぽい曲自体がキュートにあまりなかったので、うん、その冬っぽいメロディーに切ない歌詞がこう刻まれていて、歌っていて結構新鮮な感じもあり、はい、ちょっと挑戦な感じもあり、うん、な曲だよね。そうですね、なんかいつもどちらかといえばこう元気な曲をこうたくさん歌わせていただいてて、うん、こうだから反対に言うと歌い方とかすごい難しくて、リハーサルの時とかにこうちょっと歌い方が違うって言っても何が違うのか分かんないこととかも多くて、うん、すごくなんか勉強になる曲でもあるし、歌っててすごく会いたい平成クリスマスのこう主人公の女の子に読みやすいというか、うん、歌詞が想像しやすい。そうなんですよ、はい、ねえ、まいちゃん14歳、はい、ですけども、そんな切ないクリスマスの思い出とかは多分ないと思うんだよね。私ないんですけど、でも妄想をすごいするのが好きなので、なんていうんですか、自分が勝手なドラマチックじゃないですけど、うん、妄想しながら歌いました。ああ、そういう、はい、表現です。
よ。あります。もう本当になんかすごいしんどくなってきて、パワーが足りなくなってきて、もうなんかあのグリーってブログをやらせてもらってるんですけど、その時とかにあのこれ会いたいロンリークリスマスっていう、こう曲名なんですけど、会えないロンリークリスマス違うかとか言って自分で突っ込んで、あの早くあの人に会いたいって言ったりとか、はい、そういう感じですね。外ちゃんはおっさんですね、ちょっとね。おっさんですよ。あ、面白いです。違うかって言わないよ、若い子供で。違うかって、はい、面白いですね。まあ、でも本当にファンの方からそれだけエネルギーもらってるからこそ、こうやって撮影続けられるんだなって。そうですね、すごく大切です。はい、まあ、そんな会いたいという気持ちをね、はい、本当に強く込めた楽曲が今回の会いたいロンリークリスマス。ちなみにもう具体的にもうクリスマスもう少しですが、はい、25日はあのファンクラブ限定で、うん、あのキューティーランドハグっていうイベントを、はい、25日に、今年初めて25日に初めて、はい、やらせていただくわって、あえてそのクリスマスにやらされて、ファンの皆さんと会うことができる、はい、嬉しい、嬉しい、嬉しいです。もういつもあのハローの、うん、ハロープロジェクトのコンサートのリハーサルをいつもやってて、うん、すごくなんか家に帰った時に、あ、もうほとんど時間が過ぎちゃってクリスマスみたいな感じなので、今年は本当に楽しみです。本当だね。今までのクリスマスは結局今お仕事で、はい、リハーサルで仲間と過ごしたクリスマス、はい、じゃあ今年はオンステージで、はい、たくさんのみんなと過ごせる、これ楽しそうです。楽しいですね。楽しいです。クリスマスでは、はい、そうですね、2回目のクリスマスとなりそうです。はい、ということで、してお送りしているわけなんですが、セブンスレコーズ、ここで、新しい試みです。せっかくね、元気なキュートの皆さんに来ていただいているので、はい、セブンスレコーズのジングルをキュートの皆さんに作ってもらえちゃうと思うんですけど、はい、これはね、あの自分で、ま、歌った花歌や、ま、ラップとかっていうのをですね、実は皆さんに作って、ね、いただきたいんだけど、それはいかに難しいだろうと思って、はい、iPhone のアプリケーションを使ってやってみようと考えています。アプリケーションのラディタという面白いアプリで、はい、でこれ、うん、みんなね、適当にやってもね、結構かっこよくできるから、あ、本当ですか、これね、ぜひぜひ作っていただきたい、本当に使うからですよ、ぜひ。はい、いただきます。はい。
木曜日深夜1時から美女学という番組に私たちハロープロジェクトのメンバーが出演していますので、はい、それもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします、はい、そしてですね、ハロープロジェクト2011ウィンター歓迎新鮮祭り1月2日中野サンプラザから23日まで全国3カ所で開催しています。出演者はモーニング娘。ベリーズ工房シュート物入りなスマイル1ハロープロエッグ選抜。お時間のある方はぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。そしてインターフームサブスターズ毎週火曜日20日からやってます。12月はイベント盛りだくさんなので、皆さんぜひお時間のある方はぜひ来てください。お願いします。
道重さんとりあえず打ってくださいみたいな。多分生田とスタッフさんは道重は1回目のゴルフだから絶対に空振りするだろうって思ったんですけど、まあまあいい感じに打っちゃって、あーって思って、それもこうなんか空振りまではいかなくても、なんかちょっとなんかこれは教えがいあるねみたいな空気にしたかったんですけど、で道重さん意外とできますねみたいな空気になっちゃうんですよ。でそんなことがまあいろいろあって、あの鞘師が書道を教えてくれるってなった時に、鞘師の書道がすごく上手いのを知ってるんですよ。すごい六段なんかを持っているから、あそれはすごい楽しそうだなって思ったんですよ。なんですけど、鞘師は書道とか習ったことはないんですけど、結構書道できるんですよ。これもあの書道習ったことはないんですけど、学校で、ね、習字の授業があった時に、国語の時にいつもだいたい最初の5番目ぐらいに先生に、5番目以内に先生にあの丸をもらえる。クラスの中で結構西木は結構上手い方だねって、書道習ってないのにすごいねって言われてたんですよ。一番小学校の時に嬉しかったのは、今日はなんか林っていう字を書きますって言った時に、先生1番に終わったんですよ。1番に先生にあの丸をもらったら、もうその日 の授業はその子は好きな字を書いていいっていうなんかスタンスだったんですけど、1番に好きな字を書いていい側に回って、先生が、あ娘の字すごいよ、みんな見てって、林っていう字を黒板に貼り付けたんですよ。もうそれが忘れられないぐらい超嬉しかったんですよ。でもなんかそんなエピソードがまあ自分の中にありつつ、それは隠してたんですけど、でもなんかこういろんなこう細かいことは知らなかったって言ってたんですよ。でもなんとなくうまくいくとどうしようっていう、なんかその感じがあって、でもまあこうそんなにうまくはできなかったからちょっとほっとしたんですけど、でも先生にいろいろ細かく教えてもらって、ああそうなんだ、思っているその解き方とやっぱそのいろいろ教えてもらって、プロのなんかやり方とは全然違ったので、ハビルとか止めるとかのやり方が違ったので、こんな風にするのってなんか結構奥が深いかなと思って、すごい楽しかったし、選手は本当にめちゃくちゃ上手いので、なんか心配する必要なかったなっていうか、できるかもとか、なんか上手だったらどうしようと思うのが、なんか思ってたのが恥ずかしいぐらい選手がめちゃくちゃ格段に上手かったんですけど、まあ、今書きたいなって思うのは、まあ、ここで書くならやっぱウサちゃんピースとかウサピースとか書きたいんですけど、ちなみにあのひらがながすごく苦手なんですよ。で、なんか今さ林とか、あの林だけで書いたらうまいんですけど、横に道重さんの名前書かれてるんですけど、道重さんってうまくいくんですけど、いつも左右にひらがなが急に丸くなって丸くなるっていうか、なんかこうカクカクすごい難しくて、ひらがなはすごい苦手なんですね。なんですけど、選手はひらがなもすごい、こう、習字って書いて、書くとかはなんかすごいなと思って、毎回この曲は本当にその子がすごいなって思う曲がいっぱいあるので、ぜひこれからも、ね、注目していただきたいなと思います。それでは続いていきます。伊勢市の世間のひまわりさんからです。ありがとうございます。テイミン、こんばんは。こんばんは。いきなりですわ。セイミン、お姉ちゃん、お母さんの3人でディズニーに行ったとブログに書いていましたね。そこで質問なのですが、3人でのディズニーはどうでしたか？裏話、ね、などあれば教えてください。そうですね、まあ、ディズニー行った時はこう、まあ、急にその日お休みになったので、ディズニーランドに行こうかみたいな、行っちゃうみたいなノリでディズニーに行ったんですけど、まあなんかこうあのお母さんがその日細いカチューシャをしてたんですよ。でこうなんか 3D のミッキーが出るこう映画みたい、映画じゃないけどなんかそういうショーがあった時にたくさんの人が並ぶ、あの座って見るやつなんですけど、こう入場する時にカチューシャ取ってくださいって言われたんですよ。でもその人は、そのうちの人はカチューシャっていうのはそのミッキーとかミニーとか大きいカチューシャをつけてる人は、こう前の人が見えなくなっちゃうから取ってくださいって、あ後ろの人が見えなくなっちゃうから取ってくださいって言ったんですけど、お母さんがちゃんと細い、誰にも迷惑がかからないカチューシャをちゃんと取ってカバンに入れてるのを見て、セミとお姉ちゃんは大爆笑して、いやそれ大丈夫だからって言って、つけてていいんだよって言って、でもカチューシャ取ってくださいって言ってたからって言って、いやみんながミッキーとかミニが大きいやつのこと言ってるんだよって言って、あそういうことねって言って、でも一応終わるまでカバンに入れてたと思うんですけど、なんかそういうところがなんか2人たち的にはうちわの面白かった話なんですけど。